さん、こんばんは。ティンダーメイクは金田です。介護福祉講座生活支援技術終末期の話をします。終末期は癌の末期のように予後が数日に、数日から長く 2,3 ヶ月予測できる場合、慢性疾患、急性増悪繰り返し予後が落ちる場合、脳血管疾患、後遺症、いろいろな死に迎える場合があります。はい、ちょっと長いのでここは割愛します。確かにね、チーム大事です。身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、いろいろ生じますね。あとは霊的苦痛にもつながる可能性が高いです。はい。あとは死の捉え方、生物学的な死、法律的な死、脳死、臨床的な死の3つです。いろいろな死は、あえてここは割愛します。はい。あとは尊厳死、これね、人工呼吸とか医療装置でいろいろ延命だけ治療を受けずに人との死の尊厳を保ちながら迎えますね。はい。ちょっとキューブラロース少し話して終わりたいと思います。キューブラロース、まあ、第一、第二、否認、第二に怒り、第三の吐息、抑うつ、受容、死の受容、全然違いますね、プロレス。以上です。バイバイ。